ハーレーダビッドソン倉敷の亀田です。今回はですね、お客様の車両をご紹介していきたいと思います。こちらは2023年モデルのローライダー ST ですね。はい、大人気モデルです。で、今回ねご紹介させていただく車両なんですけど、めちゃくちゃカスタムされてます。ここまでね、なかなか完成された車両もないかなと思うので、どんな部品をつけたのかとか紹介させていただけたらなと思います。まずはハンドルからですね。こちらがバンキンさんの8インチのライザーで、プルバックは2インチになってます。で、木島さんの50バーをつけてますので、だいぶ手前に来てるハンドルだと思います。で、グリップは ODI のカラーはブロンズで、レバーはサンダンさんのフェザータッチレバーで、ウィンカーエクステンションなども、装着されております。ミラーはこちらハーレーダビッドソン純正のエンパイアコレクションのミラーですね。はい、で、スラッシンの、スラッシンサプライさんの、こちらバーバックもつけております。で、フロントを見ていただいて、クロックワークスさんの、8インチウィンドシールド、はい、ノーマルより少し高さが出てちょっと反ってるので、風当たりもね、だいぶ違うので結構おすすめのウィンドシールドです。はい、あとは、バーリーさんのクラッシュバーを装着しました。はい、こちらは前後セットなので、タンデムステップとね、これもセットになりますね。はい、で、ウィンカーもこのように常時、ホワイトのライトで点灯しまして、ウィンカーをつけると切り替わるタイプになっております。こちらもね、結構人気なオプションですね。はい、であとはジキル&ハイドです。 2-in-1 のジキル&ハイドエキゾーストです。音量可変マフラーですね。なかなか高額なので、見ることも少ないのですが、ジキル&ハイドマフラーが付けられております。で、サドルマンはこちら、パフォーマンスグリッパーシートで、こちらのエンブレムはブロンズですね。ブロンズにしてもらってます。こちらオーダーシートですね。続いては木島さんのナンバーレイダウンでナンバープレートを寝かしてます。で、ウィンカーはフロントと同様で、リアはウィンカーの機能のみですね。こちらカスタムダイナミックスさんの LED ウィンカーをつけております。レンズもこちらスモークにしてますね。で、左側行きまして、プラグコード、こちらはハーレーダビッドソン純正の赤色のプラグコードです。で、ステップ、フットペグとシフターペグ、あとはシフトリンゲージまで全て、スラッシンサプライで、統一されております。あとはね、タンクキャップが、フラッシュマウントフュエルキャップになっております。それではポジションの方をね、見ていきたいと思います。はい、でこちらね、組み合わせはバンキンさんの8インチライザー、2インチプルバックのタイプになりますと、ハンドルバーは木島さんの50バー、この組み合わせなので、まあ、やはりめちゃくちゃ近いですね。前回撮影させていただいたストリートボブのカスタムハンドルカスタム車がストレートライザーだったので、そのに加えてやっぱり5センチぐらい手前に来ているので、だいぶゆったりとしたポジションになります。はい、やっぱ乗りやすさ重視の方とか、やっぱりこうもうちょっと手前に来てほしいなとか、ゆったり乗りたいなっていう方なんかは、この2インチプルバックのタイプのライザーだとめちゃくちゃ近い位置になります。これが多分一番手前に寄ってこれる組み合わせなんじゃないかなと思うので、非常におすすめですね。それではね、今回ローライダー ST のフルカスタム車ご紹介させていただいたんですけど、まあ、やっぱりこのローライダー ST、だいぶねカスタムされてる方多いんですが、もうポイントはやっぱハンドルですね。いかに乗られてる方に合ったポジションにするかっていうのがね、非常に重要なところではないかなと思います。はい、まあストレートであったり2インチプルバックだったり、あとはまあメーカーさんもバンキンさんであったりスラッシンさんであったり、まあ他メーカーねたくさん種類はあるんですけれども、どの組み合わせでいったらまあかっこよくて、かつ乗りやすくできるか、これね皆さんすごい悩まれると思うんですけど、もう選び方としてはね、もう見るしかないですね。もう本当にやっぱりそのハンドル組み合わせをついてる車両も見ていただくのが一番だと思います。当店であればカスタム車、カスタムされてるバイク、見ていただくことも機会としては多いかなと思うので、ぜひそのカスタムの
相談もねたくさんしていただけたらなと思います。はい、まあその他にもねいろいろ組み合わせっていうのはね重要だと思います。まあクラッシュバーにしてもバンキンさんにするたが、今回、つけさせていただいたのがバーリーさんなんですけど、まあこのあたりもねだいぶ、いろいろ種類が増えてきたので、はい、ぜひそのあたりもね、気になる方はご相談していただけたらと思います。今回はローラデ ST の傘も紹介させていただきました。以上、亀チャンネルでした。